さあ、それじゃあ、火山ね。このマップ出ちゃうとね、目に開けないからね。マップ出なきゃよかったな。しょうがないか。ね、ということで、マシュマロの国の次。ね、バレール火山。バーレル。バーレル。バレル。うん。これがわからない。上から来るぞ。気をつけろ。はい。バーレル火山。まあ、おそらくバブル系の敵が出るんでしょうから、まずは、ね、ちょっと図鑑を埋めますか。強敵の鬼兵さんが、6?6?249。弱点は氷。うまいと思うなら食えよ。大人だよ、お前さんは。ウニか。ウニか、今の。個人的に、ウニはダメです。霧のフラッシュは何だったっけ？押し続けた。やったぜ。なかなかいいダメージ。あ、倒しちゃった。2? ふざけんな。おお、いいダメージ。さすが弱点。ウルトラファイヤー、ね、敵全体にファイヤーボール、いいね。ヒットポイントは3、魔力は1、物理は2、物理。マロ君、マロ君、キラキラ落とし、敵全体に星を落とします、うん、ああ、物理3は美味しいね。よしよし、いい感じ。メグメット。さっき全体攻撃でついでに死んじゃったが、オフトイド50。僕を叩くと幸せになれるよ。どういうこと？カタクナールはうまうまなんですけど。このゲームね、結構敵の攻撃力が高くて、ジャストガードミスするとやばいぐらいダメージ食らうんでね、守備力上げることでダメージ半分ぐらいになるんで、めちゃくちゃ美味しいんだよね、実は。メグメット。マグメットと似ており、出席番号も近いので、担任の先生からもよく間違われる。担任の先生って誰だよ。二兵。なんか、だいぶあるな。ウニというのは海の中に生息するものばかりと思っていたが、火の海に生息しているということなのだろうか。うまいと思うなら食えよ。大人だよ、マイさんは。アーチー！え？ダメージはない。ロックマンでありそうなギリジャンですな。お、フラワー。フラワー。あう！バブルが。ボブルだ。バブルボブルですね。インすさまじダメージ。2回目はいい。ゴー！ゴー！ん？なんで攻撃しなかったんだ、こいつ。これがわからない。メガクッパ、メカクッパか。最終兵器で敵なんぞボコボコである。スペシャル。あ、全部覚えた。全部覚えた。全部覚えた。ピーチが次で終わりか。16。強さ、そんなのあったんだ。58。ジャンプの方が強いんだけどね。ジャンプ正直めんどくさいんだよね。
うん、オッケー。こんだけ先に進む道なしか。うん、無理か。さっきさ、ここに飛ばされたからこっち戻してくれるかなって思ったんだけど、カロンだ。とりあえず戦っておこう。お、あれ、ドソキーユングじゃない、カロンゼッツ。ゼロ、相変わらずめんどくせえな。俺はいつでもドブでも嫌われ者さ。知ってる。うん、結構痛い。カロンね、属性攻撃かますと一発っぽいんだけど。これが熱いな、引っ越したいな、引っ越せよ。いない。ちょっと一発ぶち込んでおくか。全体無効。おかしいやろ。タラタタタタラララタララタタタタタ。相変わらず復活するみたいだな。お、回復。うまい。スタート。なんかごっついの倒したけど今。ジーノク。ヒットポイント5。物理さん、物理さんかな。ピーチも18か。ヒットポイント12アップ。えげつねえな。ヒステリックボム。私を怒らせたらどうなるか教えてあげる。ヒットポイントが6、物理が3。物理型ピーチ姫ができてしまう。物理姫ができてしまう。カロン、あん、強壁ユニ兵。ここさ、火山じゃん。ウルトラファイヤーいらなくね。やっぱここはキラキラ落としくんですよね。ちゃう、雪やコンコン。まあ、すさまじい。レベル上げここか。マロにこれぶちかませ続けたら楽勝か。バブル、あのカエルコイン、無限ループって怖くね。あのね、奥行きが分かりにくいんだよ。いけそうだけどな。ほっ、よし、取れた取れた。上がある。で、隠しブロック、もしくはルート。ひどい。嘘だ、どんどこどーん。高いところで敵止めてかと思ったんだけど、これもちょっと無理そうだし。わからんね。別ルートから来れんのかな。ほんとね、クォータービューの視界って取りにくいよね。奥行きが全くわからん。いら。
全然わかんねえよ。よりによってカロンはザコ倒しても復活するからね。それもまた。いらよし。ないな。高いところで止めても乗って戻るもできなさそうだしな。どっかに隠しブロックもないしな。つまり、わからん。めちゃくちゃいたんだけどな。意外にあと1匹。しょうがないので24か。完全回復近いボスフンガー300氷、恋のエクスプロージョン、メグミンだな。フライ、いいダメージ。怒りをためている。多分次のターンお前にはないぞ。今のか？違う。誰だ貴様。こいつこいつ。体と時短だ。氷。ああもう。恐怖になっちゃった。このゲームってさ。敵の状態異常って 100% なのかな。何も喋ってない。まあ無理やり倒しきろうか。体だけ残ると爆発するとかどうなる。正解。無効って何？マリオは即死技食らわない的な何か。やっぱ1個。時短だ。時短だを踏むね。モンスターが時短だを踏むのは詳しい時だけではないようだ。で、体。体では地面を踏めないので、当然これは時短だを踏むこともできない。さぞ悔しい思いをしているだろう。うん、なんという意味のないモンスターリスト。体だけになったら自爆するとかそういう情報をもらえませんかね。またお前か。なるほど、こんな感じね。ないか。まだ1体。
ドーン。うまよ。さすがにめんどくせえな。いらカロンZ、また強敵来たよ。カロンはね、なんか特殊技かますと即死すんのよね。ほら、あ、消滅した。怪しいキノコのおっさんがおる。あら、足を押す鎌野郎だった私、ヒノピオと言います。後で中ご苦労様です。どうぞお入りください。アイテム嫌です、ね、スーパーキノコ、メイプルシロップ、復活ドリンク、リフレッシュする、うん、普通やな。嫌ではでございます。ぼったくりは帰れ。さあ、防具屋は更新。ファイヤーつなぎ、ファイヤーパンツ、ファイヤーマント、ファイヤーシェル、ファイヤードレス。なんていうか、手抜きやな。ね、ドラクエとか FF もこれぐらい割り切れたら楽やろなっていうぐらい手抜きやな。おー、これアーウィンとブルーファルコンと、これサムライゴロウのやつか。 F0 と、スターホックス。ちょっとこの音楽オリジナル版聞いてみたい。テカテカテコン。いやね、オリジナル版。あ、またこいつ来やがった。まあボス戦かな。現在の FP は57、持つかな。うん。このチクワブロック全然落ちひんけど。落ちるわ。一回戦っとこう。そうでもないか。なんかいるかなと思って、知らない敵いるかなと思ったんだけど、知らないことだらけの扉が開いてしまったの。敵に当たると実質落ちるな。いやー、クォータービューは本当にアクションがきついっすね。ボスやな。でかくなりそう。合体して。うわあ、ドラゴンだ。そうはないやろっていう形しとうな。カイザードラゴン、名前かっこいい。まあ結構なダメージ入るね。1200、氷、燃えてます。今、まさに今燃えております。どうでしょう。マロ。まあ、どう考えても弱点は霊気でしょう。
うわー字のもろーい。ということで雪やコンコン、あられやコンコン、うん、楽勝やなこれは楽勝やな。あ、うん、忘れてた、これ見ようと思ってたんだ意味もないのに、これ見たかったんだ。これで全部だね。マロにパワーを与えて空に虹がかかり、みんな大回復。そんないる？やっぱりあれだね、サブ2人死んだ後にこの技使って、楽勝すぎる次ある？音楽が変わらない。次あるぜこれ。うわー骨になった。ドラゴンゾンビ、今度は炎が効きそうな感じだよね。まあ弱点を教えてちょうだい。ジャンプと雷と沈黙、俺らはまだ死んじゃいねえよ。ボワッこいで、ということで入れ替え、ジーノチェンジ、マリオ強化、痛い。ということでウルトラジャンプ、あミスった、めんどくせんだよ。雷、ジーノくんもろいんすわね。肉壁クッパ、ね、寝とけばよかったな。うわー守備力上げてない、クッパに行くダメージがやべえな。やっぱせめて10はいかんとね。クッパー、入れ替えができるからね、オリジナル版はね入れ替えできなかったらしいけど、ピーチ姫が、うわ、まあ、耐えれる耐えれる、まあまあやったぜ。あんまりクッパ肉壁にならねえな。ボスなんで倒したら完全回復、むしろジーノの方がねヒットポイントがあるぐらい。あん、作品違うくない、このねドラゴンオーブみたいです。お、あるじゃん。よし6個目ゲット。どこへ行こうというのか。あ、よかった、回収できなーい。どこへ行こうというのかね。お前は誰だ、犬、違う、機械。レッド、このスターはもらった。ブルー、グリーンか。いただいちゃうのよ。イエロー、文句は言わせないでごす。イエロー、デブ、食いしん坊、ね、もうクソみてえな印象だけでキャラ作ってませんかね。ピンク、
だから諦めてね、ピンク女の子ね。あれ、じゃあなばよ、ブラックがいるタイプだ。大体青なのにね、ブラックだったね。戦隊ものだ、戦隊もの。いっぱいいるね。おいレッド、俺たちちゃんと名乗ったか。ダメだよ、忘れちゃう。もう一度マリオのところに行くでごわす。あ、でも来てる。今ちょっとまずい。スターピースを運ぶのが先だ。ひとまず頂上に向かうんぞ。どこへ行こうというのかね。なにー、カイザードラゴンとドラゴンゾンビの間があるんだけど、そんなとこあったっけ。これがわからない。ゾンビ化した途端なぜか布のようなものをまとっているのは、その方がゾンビっぽいというキャラクターデザイン上の理由です。裏話。もしかしたらこのバブルとか尻尾あたりを狙えたのかもしれないね。まだオイラは死んじゃいねえよ。まあ最終的には金の力を使えば。あれ？割と近い。落としたでごわす。すー。一人一回出てきそうね。この動き、時。一応回復はされてるんだよね。並び替え、やっぱ1ターン目でマリオを強化してマロで、ライブラをして2ターン目から戦闘だよね。ピョン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 、俺もピョン、外して外して。マーティー、レッド、オノフォース、飛行船だっけ。レッドフォース来る。マリオでごわす。わかってる。まだ来るぞ。あんまりかっこよくねえな。登場オノフォースと。え？ボス戦。あ！この世の悪を守るため。人々の心に憎しみと悲しみをもたらし、ラブリーチャーミーな敵役、ね、あ違う、武蔵、小次郎、ロケット団、違うかった。スターピースは人々に希望を与える星。こんな物騒なものをお前たちに渡すわけにはいかない。はい、ということで残念ながら、残念や、しょうがないんや。あー、ブラックから行こうか。550雷、レッドのポーズ違ってたよな、宴会。全くタイミングがわからん。うわ、ジーノが死ぬ。あかん、これじゃジーノが死ぬ。
みんなで一つにまとまってていい感じでございますの。これはジーノ君交代ですね。肉壁とちょっと変わってもらおう。これが痛いんだよな。一回ちょっと、連続か。レッドレッド、買ったばかりのグラサンにヒビが入っちまったぜ。安物買うなっつったろ。あ、倒せた。次はイエロー。タイミング全然わからん。レッドの立ち位置がおかしいわ。向こう、そう、位置には全て向こうである。もうまだ生きてんのかあいつ。そろそろ解散かな。さあレッドだけ多分見てないかな、これで。まだいったい。あかん、これ邪魔ろうか、死ぬ。最後のロボみたいなのも動きそうだもんね。しまった、ポーズ間違えた。やっぱ間違えてた。よし、じゃあ決めるか。全体攻撃3人技。おお、いいダメージ。レッドレッド、腹が減って動けないでごわす。カレー食べただろう、カレーを。安っぽいキャラ付けしやがって。貧血で倒れそうよ。お前運動不足なんだよ。この後真ん中のロボが動きかねないけど、まあまあ一旦こっちやな。よし、決めるぜ。いけ、クッパー、オーバーヘッドクッパー。タン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 。相手は死ぬ。強っ。レッドレッド、今のでお化粧が崩れちゃったわ。もうノリが悪いと。前から厚化粧するなと言っとるだろうが。よし、サンキュー。じゃあ死のっか。まさかここまでやるとは。最後の手段だ。レッツフォーメーション。乗るだけ。さあ最後のオノフォース。おお、雷が弱点。まあ機械だしな。最初から俺を使えよ。とりあえず死にそうなんで。
ットポイントを30回復しますだけと、そんなん書いてたっけ。ヨッシーそういえば読んだことないな。おー、セットオン、チャージスタンバイ、オッケー、いくぞ、ジャスティスブレイカー。うわー、ジーノー、お前何のために来たんだ。え、雷だったね。マロ強化して死ねばよかったのに。よし、失敗、入れ替えしましょうね。充電、ミスるとゴミダメだな。アクションコマンド大事。痛いけど2ターンに1回だったら余裕だな。やったか。バカな、オノフォースまでも退けるとは。やったぜ、オノフォースが。うわー、逃げろー。経験値17は少なすぎひん。ぼったくってない、ぼったくって。よし、今度こそ、6個目ゲットだぜ。うん、おー、一応マリオー。あと一つ、あと一つはラスボス戦なのか取ってから行くのか、これがわからない。スターピースもとうとう6つ。さて残りの1つはどこなのか。